入院先の病院で死亡が確認されました連続企業爆破事件の重要指名手配犯霧島聡容疑者を名乗り警視庁公安部が確認を進めている男が入院先の神奈川県の病院で死亡したことが分かりました男は末期癌で入院していて最後は本名で迎えたいと話していたということです警視庁は本人である可能性が高いとみて DNA, DNA 型鑑定などを行い確認を急いでいます。